ね。全部ベトベトになっちゃったから洗濯してて。それよりお母さん知らない？そう、携帯にも出ないし、ホテルに電話してももう帰ったって言うし。それはないと思うんだけど。うん、お願いしていい？その必要はありませんよ。お母さん、昨晩はお楽しみでしたね。いいえ、ただ孫が楽しみですね。最後にあなたたちの答えを聞かせてちょうだい。本当にあなたたちは二人で今後の人生を歩んでいくのね。人間と魔族で。レン？Thank you.
そう、あのね、レン君、うちの子はちょっと変わった子だね。雪女なのに寒いのが苦手、暖かいところが好き、辛くてしょうがないのに辛いものが好き、おまけに寂しがり屋のくせに澄ました顔をする。そんなことはあなたはもう知ってるわね。だからこっちで学園に一人で通うってなった時は本当に心配したのよ。うちの田舎もうるさいから婚約者を見つけないと黙っていなかっただろうしね。でももう大丈夫ね。見つけられたのね、ユウ。あなただけの大切な人。見つけたよ、私だけの人。大丈夫そうね。二人で寄り添って生きていけるわね。しっかりと手を取り合っているもの。それに、レン君、気づいている？この子、その服で外に出てるのに、寒いって言わないのよ。全然寒くない。だって、レンがそばにいるから。こうして、手を握っているから、寒いことなんて何もないよ。二人の婚約を認めます。お母さん、ううん、いいのよ、このファッキンボーイ。また来るわね、暑苦しいレディース&ジェントルメン。でも今度はそちらからかも。雪かきがあなたたちを待ってるわ。やったね、もういつでも結婚できる。いつする？今日？明日？わかった。翻訳してなかったってこと？
じゃあまた来るわね、熱々のカップルさんたち。次はこちらの実家にいらっしゃい、おもてなししてあげるわね、だよ。あれがお母さんの巣、多分蓮に心を許したんだと思う。そんなことより結婚できるよ、蓮。いつする？今？それとも夕方？そうだね、夏休み入ってからにする？わかった。じゃあ卒業式の後に結婚式ね。愛してる、レン。ずっと